こんにちは、競馬研究ニュースの星野学です。今週の推奨馬はですね、新潟の6レースに使っています、湘南アラジンという馬を推奨したいと思います。2走使いましてですね、まあ、競馬成績自体はまあそんなに良くはないんですが、この中間の動きが非常によろしいので、間隔を空けてですね、力をつけているなという印象があるので、変身するんではないかと。いう期待を込めております。あと現量騎士の起用もいい方に出るのではないかと思われます。相手としては、タマモテンカラット、ルイアイザック、トゥルースカイあたりが、いいのではないかと思います。以上でございます。